こんにちは。カナダ在住の山達です。いいぞ、もっとやれ。民主党内部分裂、本音不満が噴出ということで話をしていきたいと思います。はい、えっ、ー、と、バイデンの大災害大統領選挙討論会から1週間経過しようとしているんですが、今、民主党内が本当ね、分裂状態でもう、いいぞ、いいぞ、もっとやれっていう状況なんですね。 ま、ざっくり言いますと、そのバイデンがね、撤退するって言わないもんですから、もうバイデンで行くしかないっていうふうに言ってんのが、その民主党の上層部たちなんですよね。で、一方で、ま、いわゆるその権力者層とは遠い人たち、まあ、なので、あの、いるじゃないですか、日本の国会議員もそうなんですが、名もなき人たち結構いますよね。お前は誰だみたいな人いっぱいいるじゃないですか。そういう人たちからすると、いやいや、俺たちも、 今年選挙あるんですよと。巻き添え食らうかもしれないから、バイデンなんとかしてくださいよと。で、さらには民主党支持者の中でも世論調査で出てるのが60%から70%ぐらいが、バイデン変えろって言ってるんですよね。っていうふうに、その、権力者とは、えっ、ー、と、近くない層と権力者層の間での分裂が本当今、あの、深まってる状態で、 ね、もっともっと行けっていうふうに僕は思ってるんですが、まあ、そんな中、7月2日ですね、バイデン全キャンペーンスタッフを集めまして、そこであの発言をしています。で、その時の発言っていうのがその後支持者に対してメールで配信されているんですが、まあ、ざっくり内容をまとめると、選挙戦から撤退する気は微人もないということを強調しまして、そういうような報道っていうのは全てフェイクニュースなので気にするなというふうなことで、まあ、そのバイデンの撤退をね、求めている民主党支持者たちを絶望の淵に叩き落としたっていうね、そういう状況になってるんですが、 まその中での発言っていうのが、まあ、はっきりとシンプルに言うぞと。わしは出馬する。最後まで戦い、共に勝つのであると。私こそが民主党の候補者である。私こそがトランプを倒すことができる唯一の候補者なのだっていうふうに言っているんですが。 あの、この後いろいろ紹介していきますが、もうすでにね、その、バイデンを下ろしたくてたまらない層が本当たくさんいるんですよね。で、メディアが、まあ、完全に焦ってるわけなんですよ。今までバイデンのその追いとかを、その、ね、右翼の陰謀論だ、みたいなね、極右の陰謀論だ、マガがどうのこうのだっていう風に言って何とか隠してたんですが、あの討論会でね、出てきて1分もしないぐらいですんごい顔してたもんですから、もうダメだってなったんですよね。 で、今、手のひら返しをした結果、どうなったかって言ったら、もう一回手のひら返すわけにはもうなら、なもうならないんですよね。ということで、ちょっと、バイデン卸しの風っていうのを止めることがメディアもできない。まあ、彼ら謝ったら死んじゃう病ですから、謝れない状況でね、えー、後に引けない状態なんですが、そこに乗っかる形で、いろんな人たちが、実は内部でこうだったんだよ、みたいな話とかをボンボンするようになってきてるんですね。ということで、本当に今、どんどん、 その分裂が極まってきているんですが、まあ、そんな中その権力者層ですよね。例えば民主党州知事組合っていうのは、昨日ホワイトハウスで、あの、緊急の会議を要求していたので、それをやったんですね。えっ、ー、と、直接ホワイトハウスに行った組と、あとはバーチャル形式で参加した組と分かれたっていうことなんですが、まあ、その場で、えっと、バイデンの言葉を信じて、一致団結するっていうことが、その後発表されて、で、カマラ・ハリスもその場にいて、バイデンを支持するみたいな話になってるので、まあ、ひとまず、 民主党のお上の人たちは固まってますと。ただ、そうじゃない人たちは、いやいやいや、勘弁してくださいよっていうふうになってるんですが、まあその言葉が例えばワシントンポストから出てきているんですね。まあワシントンポストといえば、あの、CIA ポストなんていうふうに言われる通り、まああの何かしらに意図を持った報道しかしないところだと思うんですが、そこが昨日報じたのが、その、バイデンのその、えっ、ー、と、全キャンペーンスタッフとの 会談とか、あとはその州知事組合との会談を経ての話なんですが、バイデンと選挙キャンペーン交換は、水曜日3日に残酷な最後通帳を受け入れたと。で要は これできなかったらもうダメだよっていうのを一応受け入れたっていうことが報じられてるんですね。具体的に何かって言ったら、直ちに健康状態に問題がないことを示さなければいけませんよと。で、それがダメだったら撤退要求するとんでもない圧力に直面しますよと。で、バイデン陣営はもう重々承知していますと、すぐにでもやりますのでちょっとお待ちくださいというような回答だったってことなんですね。で、おそらくバイデン陣営の一つの作戦っていうのが、まあ、いくつかイベントに参加っていうのはさせているんですが、 ええと、どうやら今週、明日か、明日金曜日に、確か ABC ニュースだったと思うんですが、インタビューが公開される予定なんですね。まあ、これで起死改正みたいな感じのところだったようなんですが、なんかこれもね、バイデン陣営の,あの意図したものにならないようでして、なんかバイデンとその ABC ニュースの、まあ、比較的バイデンに優しい人がいるんですが、その人のインタビューがあるんですよ。で、バイデン陣営は、フルのインタビューは公開するなと、15分。 にカットしたものを公開してくれって要求していたんですが、ABC ニュースは、最初それを日曜日に公開するって言ったのが、急遽変更して、金曜日にもうフルで出すと。 もともと確か生放送されるはずだったのが収録に変わって、で、次それが15分にカットしろって言われて、で、最終的に全て切られて、フルで公開するっていうことになったんですが、これがどういう内容になってるかですよね。一応そのね、あの、来週ぐらいにバイデン撤退するんじゃねえかみたいな風に言ってる人もいるんですが、もしかしたら金曜日のそのね、インタビューがあまりにもひどければ、 まあその時はね、来週までも持たないかもしれないしっていうことになるんですが、最後のところでもお話ししますが、そのバイデンをね、なかなか下ろせない理由も一つね、あの、あるんですよね。その辺は最後のところでお話ししますが、とりあえずこういう最後通知を受け入れている状況だっていうことなんですね。で、えっと、ただワシントンポストが指摘しているのが、バイデンその討論会が終わった後に、公の場に3回しか姿を見せていないと。 で合わせて22分しか発言をしていない。で、しかもそれも台本、プロンプターをただ読み上げているだけじゃないかと。一応、あの、その政治、政治資金パーティーみたいなものとかも含めれば、3回以上もちろんあるんですが、その、いわゆる公の場っていう観点からすると、3回しか、なんか、やってないっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、民主党のストラテジストのその、取材もこのワシントンポストの記事の中にあったんですが、 バイデンが適任かどうかの主要な懸念に、今のそのバイデンキャンペーンは一切答えていないと。世論調査に変化がないっていうことを強調して安心してくれって言っている。ニュースを気にするなって言ってるけれども、それは人々の信用には繋がらない。台本を読むだけは答えになっていないんだと。 いうことでまあ、なので次のその ABC ニュースかなんかのインタビューがどういう感じなのか多分それはねあのもちろん事前にいろいろ質問とかをもらってると思うんですがあの答えに関してはそこまで台本用意して読んでるわけではないと思いますから、まあ、この、えー、ストラテジストさんが指摘している台本を読まない時のバイデンがどうなのかそれがあの時の。 ええと、討論会じゃないですか。討論会ってあれね、手元に台本がない状態でやったもんですから、もうあたふたして偉いこっちゃになったんですが、その翌日ね、バイデンはしっかりして喋ってるように見えるんですが、あれ結局、台本読み上げてるだけなんですよね。 まなので、そのあたりも含めてどうなんだと。で、さらにさらにですね、えっ、ー、と、複数のドナーに対する取材もしたっていうことなんですが、バイデンの討論会でのパフォーマンスは、非公開の小規模イベントで見たことが反映されているだけなので、正直驚きはないって言ってるドナーが結構いるらしいんですね。で、えっ、ー、と、ま、これあれじゃないですか、今までそのバイデンがね、その、例えば有名なところで G7 のね、あの、パラシュート部隊の時になんか徘徊し始めて偉いこっちゃになったじゃないですか。 ああいうようなところとかを、ま、いろいろあの手この手でね、主要みで隠してたんですが、正直ドナーは気づいてたと。で、えっ、ー、と、例えばイリノイ州のシカゴで今年民主党の党大会があるんですが、それをね、いろいろ手はずを整えたドナーさんが言うには、我々はバイデンと直接自由に話をすることができなかったと。 我々多額の選挙資金提供しているドナーというのは、バイデンと写真を撮りたいのではなく、バイデンと話をしたいんだと。ところが、バイデンの側近たちはそれを許してくれなかった。側近たちはバイデンを私が今まで一度も見たことがないような管理をしていたのは明らかだったということで、まあ、こういうふうにその、一応金は出しているけれども、正直不安なところがいろいろよぎってたっていうのは、ドナーさんたちの本音だと。 ということで、この辺りも今までた隠されてたはずなんですが、まあこういうのがボロボロ出てきてるんですね。で、さらにさらにですね、バイデンが就任した直後から、ホワイトハウスの内部でさえもバイデンを守られてたんだっていう話をする人も出てきてるんですよ。これ、2021年の1月から2022年の5月、つまり、 バイデン政権が発足した直後からその初期の時点でホワイトハウスのその撮影関連の副長官やってたチャンドラー・ウェストって人がいるんですが彼がインスタグラムで討論会が終わった後にバイデンのこと終わりの時だっていうふうに言って投稿をしていたんですねでこれを見たアクショスっていうメディアがあれどういうことですかみたいな感じで聞いたらあの体調不良を理由にして討論会の日が悪かっただけっていう主張があるけれども あの討論会が最初の悪い日でなければ最後でもないって答えてるんですね。まあ、つまり、バイデンのあれこそがやっぱり真実の姿であるというふうに常に悪い状態だったってことを指摘していまして、その基本的にはファーストレディが常にそのホワイトハウスの内部でさえもバイデン守っていたと。で、さらにそのもう一層先にジル・バイデンの首席補佐官であるアンソニー・バーナルっていう人がいるんですが、この人がファーストレディを守っていた。つまり、 バイデンの前に2層の壁があるわけなんですよ。それでホワイトハウスの内部のその我々スタッフでさえ大統領に対し何もできなかったっていうふうに言ってるんですね。っていうような裏事情みたいなものもボロボロ出てきているようになってるんですが、これが今のそのもう取り返しのつかないレベルになってきている大きな津波となって、バイデンは今襲おうとしている状況なんですね。 まなので、えっ、ー、と、すごいそのバイデン降りないといけないっていう状態になりつつあるんですが、ただバイデン応援団がそれをさせないんですよ。で、それが誰かって言ったら、バイデンファミリーなんですね。えっ、ー、と、6月30日に、あの、キャンプデイビッド大統領の保養地で、えっ、ー、と、バイデンファミリーが集まって緊急会議やったって話紹介したじゃないですか。で、えっ、ー、と、あの時の話が出てきてるんですね。 一応あの時、もともとキャンプデイビッドに行く予定だった、なんかバイデンファミリーみんなで集まって、家族写真撮りましょうっていう話になったんですね。で、実際この6月30日の家族写真撮ったんですが、 ま、あの、討論会のこともあったので、家族全員と、あと、バイデンキャンペーンの交換たちも呼んで、その場で会議をやったんですが、ここで、その、ファーストレディの、えっ、ー、と、ジル・バイデン、あと、ド変態息子のハンターを筆頭に、バイデンファミリーはとにかく、バイデンに対して選挙戦継続をするように猛プッシュをしたってことなんですね。まあ、ハンターの場合は、自分の身を守るためにっていうところがもう100%だと思うんですが、 ま、そういうような形で、その、家族がめちゃくちゃバイデンを後押ししていると。で、それだけじゃなくて、あの討論会、バイデンが悪いんじゃないんだと。悪かったのは周りなんだっていうふうに言い始めていると。これまあ、バイデンファミリーに限らず、民主党メガドナーの一部も言ってるっていうことなんですが、討論会悲惨だった原因は、まずはシニアアドバイザーやってるアニータ・ダン、お前だと。で、さらには、バイデンの顧問弁護士をやっていて、このアニータ・ダンの旦那さんのボブ・バウはお前も悪いと。 あとは、バイデンのその初代大統領主席補佐官やったロンクレイン、お前も悪いみたいな感じで、この3人が、なんかめちゃくちゃ叩かれてるらしいんですね。一応、あの、バイデンキャンペーンはそんなことはないんだって否定してるんですが、ありとあらゆるメディアがそう言ってますから、多分、こっちが真実なのかなって思いますが、その、例えばバイデンに対して、その選挙、この選挙の討論会に合わせて、いろんなそのことをレクチャーするんですよね。とにかく数字を詰め込みまくらせた結果、頭がパンクしちゃったとか、 ええと、あとはそのバイデンは、あの、その言いたいことがよくわかんなくなるかもしれないけれども、その、なんかいろんなネタをどんどん積み込んでいったとか、あとはその事前にバイデンにそのカメラの位置を伝えてなくてどうのこうのとか、でもこのカメラの位置がどうのこうのとか、これ見た人わかると思いますが、あの時のバイデンの表情って、そのどこに目線を移せばいいかわからないというか、そういう類の世界じゃないんですよね。もう見てて本当に痛々しくなるというか、 あの本当、心が正直傷んでくるようなレベルのやつだったんですよね。もうちょっと笑いにできないと言いますかね。え、ていうようなレベルのものだったので、やっぱバイデンファミリーのこの指摘っていうのは、まとはれかなっていうふうに思うんですが、まあ、そんな感じでいろいろと指摘があったんですよね。で、さらにニューヨークタイムズ、またこれ今度別の動画で紹介しようと思いますが、ニューヨークタイムズがめちゃくちゃ長い記事を出してまして、それによると、もうバイデンその準備のため、討論会準備も途中でお昼寝を挟まないと、 継続できなかったと。で、今も毎日朝の10時から夕方の4時ぐらいまでしか活動できてないみたいな、本当にかなり制限のある人物だっていうことなんですが、まあ、それでも周りが悪かったんだって話になってるんですね。というような話になっていき、で、さらにこの討論会をきっかけに、なんか今ハンターがね、ずっとホワイトハウスに付きき切りらしいんですよ。そのホワイトハウスの会議にも出席していると。これあの NBC ニュースもびっくりしたって報じてたんですが、その やっぱ、ハンターって大統領のね、あの、ド変態息子ですから、あの、ホワイトハウスの中うろちょろするっていうのは、それは当たり前なんですよ。でえ、ホワイトハウスが主催するイベントに参加するっていうのも当たり前なんですよ。ただ、その、幹部クラスの交換が集まる会議に、 セキュリティクリアランス持ってないやつが参加すると、これ意味がわからないんですね。で、これ、FOX ニュースというか、共和党側も指摘してるのが、セキュリティクリアランス持たないハンターに機密情報を触れさせてんじゃないだろうな、みたいな、そういう疑問も出ているんですね。という、なんか本当にあの討論会以来ですね、バイデンファミリーが、まあ言うならその、バイデンの介護をやってるんですよね。で、そこに、この、ハンターというね、あの、重犯罪人が来ているわけですから、 まあ一応彼のもう一つの目的はこの後9月に脱税に関する裁判がありますから、まあやたらめったらそのバイデンと一緒にいるところを見せることによる、まあ、そういうイメージ操作みたいなところもあるのかもしれませんが、まあどちらにせよこういうようなことにもなってきてるっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、じゃあ今そのね、バイデンファミリーとか上の方の人たちはバイデンで固まってるけれども、 一般の方はバイデンおしにかかか傾いていると。で、報道はどうかって言ったら、報道もバイデンおしに傾いているんですよね。で、多分ね、ハフポストを除いて、ほぼ全てのメディアがバイデン撤退論を主張しているんです。ハフポストがこれもう笑っちゃうんですが、えっ、ー、と、昨日出してた記事が、 バイデンが追いが激しいんだったら、AI 使って、バイの、バイデンの追い隠せばいいじゃないかっていう意味不明な内容の社説を出したんですよ。なんじゃこりゃと思ったんですが。あの、ま、こんな感じのね、応援もある、ある中、あの、ほとんどがもうバイデンにまずいよっていうのばっかりなんですね。で、特に、あの、調べて、多分これだと思うんですが、確認した限りでね、最もバイデンに撤退するに呼びかける記事連発してるのが、多分ニューヨークタイムズですね。 あの、すべての記事の中で最初にバイデン撤退しろって言い始めたのもニューヨークタイムズですし、その後いろんな人が同じような記事書いたりとかしていますから、まあ、多分ニューヨークタイムズがスタート。で、その後こんな感じで、アトランタ・えー、ジャーナル・コンスティチューション、ボストン・グローブ、ニューヨーカー、シカゴ・トリビューン、ポリティコー、CNN、アトランティックで、ワシントンポスト直接的にはないんですが、えー、ワシントンポストもっていうことで、 ほぼみんなが口揃えて、バイデンは降りるべきであるというふうな記事を連発しているんですね。まあ、なので本当に、コロナの時と似たような感じに思いますが、世論を作ろうとしているところがすごくあるんですが、ただ上層部は一応バイデンがやるって言ってる以上は、バイデンで行くんだというふうに言ってるんですね。はい。えー、ただただ、あの、いろんな報道が出ているんですけれども、そう、あのちょっと話脱線しますが、個人的に好きな報道を2つちょっと紹介しておきたいと思います。あの、見た人も多いと思いますが、タイム誌、 これね、あのー、討論会の翌日ですね、一言パニックっていうね、それでやってたんですが、僕これね、誰かが面白半分で作った悪質な合成だと思ったんですが、本物なんですよね。もうなんで、やっぱこの辺はね、あのー、 なんでしょうシンプルイズザベストみたいな感じになるんですが、これ面白いですよね。で、今日ですね、またもう一つ僕のお気に入りが増えまして、それがエコノミスト。エコノミストは、えっ、ー、と、これバイデンにも撤退せよっていう風にする記事を今日出したんですよ。で、その画像に使ってるのが、こあの、 歩行機にね、大統領のあのシールをつけてまして、あの大統領専用機の飛行機にエアフォースワンってあるじゃないですか。あれになぞらえて、ウォークフォースワン。あの歩行機ってウォーカーって言いますから、あのウォークフォースワンだっていうふうに今呼ばれてるんですが、まあ、こんなものも今出てきているんですね。 という、あの、まあ、面白い、個人的に面白いなと思った記事が2つあったんですが、まあ、その話はちょっと横に置いときまして、えっ、ー、と、今、こういうふうにメディアが、えー、バイデン降りろ降りろ言っている、さらには民主党の現職会議員の中からも、バイデンに対する撤退の呼びかけっていうのが出てきていまして、もうついに2人目の議員が出てきたんですね。で、バイデンでは勝てないっていうふうに公式に言っている人は、合わせるともう5人、6人ぐらいに増えてきてるんですが、で、昨日のね、ニュース、あの、報道で今、えー、で紹介しましたが、 25人ぐらいの議員が公式声明出す予定だっていうことも今報じられていますから、まだまだ増えるかなっていうふうに思います。ただ、あの、過去の動画でも解説したんですが、選挙資金の問題でね、バイデン容易に撤退させることってなかなかできないんですよね。まあ、何のこっちゃかわかんない人はこの過去の動画、4日ぐらい前の動画を見てほしいと思うんですが、他にもね、理由があるんですよね。その、もし仮にバイデンが撤退するってなった場合、 大統領すぐに辞任させるよって話になるわけなんですよ。で、もし仮にね、バイデンが大統領を辞任したらどうなるかって言ったら、臨時の大統領が必要になります。それは副大統領が担うんですが、つまりカマラ・ハリスがやるんですよ。で、ただそうすると次カマラ・ハリスのポジション、副大統領誰がやるのって話になるんですが、これは、えっ、ー、と、臨時の大統領が指名をします。 その後、下院議会が承認する必要があるんですよ。つまり、共和党が認めなければならないんですね。で、一応その、バイデンを強制的に排除させるために、えー、修正憲法第25条を発動して強制的に排除しろよ、みたいな声もあるんですが、これ民主党の中からも出てきてるんですが、 容易にできない理由がこれなんですね。共和党側が間違いなく立ちはだかるので、なかなか動けないみたいなところもあるっていうことなんですが、まあ、ひとまずこんな感じで今、民主党の中が、えバイデンそのまま行かせるぜ派と、あとは、あの、いやいや、下ろしてくれよ派で、今、内部分裂をしてるっていうことなので、僕はね、多分皆さんもそうだと思いますが、あの、今までで初めてですよね、バイデンに頑張ってほしいというふうに思ってる人が、今、たくさんいるんじゃないのかなっていうふうに思うので、えぜひともね、バイデンにはこのままね、頑張ってほしいなって僕は思います。はい。 ということで、今回の話は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました最後はあのバイデンがね。家族写真撮ったっていう風に言いましたので、僕もねジャガデブタの,の集合写真でお別れをしたいと思います。あ、デブちゃんこの中におりますね。みんな眠たそうですな、ね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。